あんこが入ってる。切ったよ。ちゃんと下まで切れてるかな。下まで？どうぞ召し上がれ。切れてないよ、下まで。切れてた。切れてた？うん、ね、取って下の場所まであるから。食べていい？うん。いただきます。ちょっと切って食べよ。あー、全然切れてないね、これは。なんで？端っこが全然切れてない。え？端っこ全然切ってなかった？おいしい。おいしいですか？うん、よかったね。キミが作っちゃったけど。キミが作っちゃったけど、おいしい。うん、よかったね。え？ニャンが作ったの。おいしいんだよ。ニャンも作ったよ。キミちゃんと一緒に作ったね。うん、今日は大工さんもしたし。え？大工さんって誰？ネジネジしたよね。うん、上手だったね。力がついたね。うん、いただきます。いただきます。半分やれないって。これ食べ終わったら、キミちゃんが壊しちゃったあっちの棚があるじゃん、うん、あれを分解しよう。分解したらキミにくれる？分解したらただの箱みたいになっちゃうけど、いいの？うん、うん、板は壊れてるけど、他は大丈夫みたい。うん、あ、奥行きが17センチなんだよね。まあ、なんかの収納用にするか。あれは二人でナンとかして育っちゃおう。いいよ。遊んじゃおう、あのやつで。いいよ。何かいい考えはある？え、何の？あの棚、分解した後。いい考えあるよ。もう決めてればいい考え。分かった、後で聞かせてね。ご飯食べてからでいいや。今聞かせてあげるよ。ほんと？実はね、分解したらね、なんか、幹貧しようかなと思ってる感じ。うん？幹も外して分解しようかなっていう感じ。どこを外すって？ねえ、ネジの肩。おいしい。うん、ネジ外すけどさ、あの棚のところだけネジ外して、うん、外枠はまだ使えるから、うん、中に収納ボックス買ってきて、それをどん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 って積み上げたらいいかな。そしたら形になって面白いんじゃない？うん、パズルみたいにしてみよっか。うん、うん、で、どん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 やったらさ、3人も入れるの？いや、入れないと思うね。君は？入れないと思うね。ゆみちゃん、あの棚より大きいでしょ？うん、あの棚より大きいさ。113センチだったっけ？うん、うん、微妙にでかいからな。どっかに使えるかな。
これ相当でかいね。厚さ何センチくらいあるのかな。ちょっと気になってきたよ。1.8 インチとか？ん？45ミリくらいか？ん？結構分厚いのができたね。ねえ、ナイフがあるんだからナイフで切れるの。うん。ナイフは右手、フォークは左手。うん。ナイフだけでも切りまっちゅ。はん。両方右手という手があったか。わかる？想像していなかった。食べちゃおう。切ってくれてありがとう。ま、なんかもう最近さ、うん、これが食べたいね、この真ん中の場所。食べてもいいけど切って。切れてるよちゃんと。ね、フォークで刺せば取れたんじゃない？今から刺すか。うん、なるほど。そういう手もあるね。これ大きいからちびっちゃく食べてる。味噌まんじゅう1個はこれくらいの大きさかな。うん。なかなか良い。やっぱり何センチか気になる。塩味がする。うん、塩が入った。え、何の塩？バターの塩？31ミリか。いや、取ったんでしょ？取ったよ。でもさ、それもずっと取れるの？多分。YouTube にアップしてそっちに保存しとけば消してもいいよね。うん。